はい、どうもこんばんは。沖縄おばばでございます。ちょっとね、薄暗くなってきました。雨降るのかなーって感じですね。はい、皆さんね、今日の最後のニュースでございます。えー、まあ、なんというかね、これ本当に運だけで持っている感じですね。運だけしかありません。運だけしか。今まではあ運が良かったですね。はい、これからもこういう運がいいことが続けばいいですよね。 はい。何がかと言いますとね。えー、これね。一番最後のニュースは、ナチュラルなニュースさんからなんですけど、どうぞ、これ英語の記事なんでね。英語の記事なんで、皆さんね、どうぞ、あの、Google さんから飛んでってください。えー、そうしますと、日本語にね、自動翻訳してくれます。はい。えー、何が起こり、起こったかと言いますとね、サウスウエスト航空ってありますよね。はい。どうやらね、 副操縦士いなかったみたいなんですよ。はい。サウスウエスト航空の飛行機がまずいことになったようです。えー、でもね、運が良かったんですよ、非常に。何がかというと、えー、いわゆるパイロットですね。パイロットが具合悪くなっちゃったんですよね、飛んでるときに。はい。とんでもないことになりました。はい。で、その時に副操縦士はいなかったんです。 これ、どうしたと思いますあの、自動操縦とかそういうの、あの、無理ですからね。微妙なところは。はい。えー、離陸とかね、着陸、離発着の時には、自動操縦とかね、ちょっと使えませんからね。はい。使えないっていうか、微妙なところは無理ですから。はい。じゃあ、何が起こったのか。はい。たまたま、 たまたま乗客の中に、はい、旅行に行くために乗っていたパイロットがいたんですよ。はい、運が良かったですね。はい、そういうことです。この旅行に行くために、休暇中でね、旅行に行くために、飛行機に乗ってたパイロットが、代わりに、 運転しました。まあ操縦したんですよ。これね、もう一週間に何回起こってるのこういうことっていう感じなんですけど、まあ今回はね、副操縦士がいなかったんですけどね。でも代わりにね、運よく、はい、運よく乗客の中にパイロットがいたんですよ。 で、ことなきを得たということでございます。皆さん、本当に事故には注意しましょう。そういうことが多発しております。はい。えー、先回もあげましたよね。一週間にもこういうことがたくさんあると。これね、空の事故って本当に危なくって、 一旦事故を起こせば、はい、あの、4に直結しますから、4に。で、えー、一んにね、多くの人が4です。まあ、そういうことなんですよ。まあ、何のせいでこうなってるかっていうのはもう考えなくても、まあ、私のね、ところに来てくださってる方だったらわかると思います。 はい。もう説明はしません。まあ、そういうことですね。えー、これね、最近です。多発しています。最近多発しております。はい。わかりますよね。最近です。昔はこんなこと多発しておりませんでしたよということです。まあ、原因は、あまあね、えー、あれだろうということでね。 わかっておりますけどね。まあ、言えません。はい。えー、ということで、まあね、日本でもなんか変な事故がね、非常に多くなっております。まあ、コメント欄にもね、いろいろ書いてくださる方があります。あの、運転しててね、怖い目にあったとか、もう変な人がね、運転してたとか、いろいろコメント書いてらっし、あの、くださいますんでね。まあ、あー コメント欄もね、えー、ぜひぜひ、あの、来た方はあ、ご覧になるといいかもしれません。もう、おかしくなってきてますね。これね、完全に。はい、えー。完全におかしくなってきてます。そしてね、普通に生活してても、こういった、あ実行ですね。実行に巻き込まれる可能性が高くなってきています。はい。なので、皆さん、十分注意してね。はい。 え普通に生活するんじゃなくて、十分注意して生活いたしましょう。はい。そういうことでございます。はい。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい。こちらの記事もね、ちょっとどっかにぺったんこってしておきますので、皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。はい。沖縄おばばでございました。 はい。ちなみにこちらはね、えー、自然の材料でね、えー、着色するとね、白い卵がね、こういう色になりますよーっていう、まあ、イースターエッグですけどね。はい。え、ビーズなんかね、こうなりますよーみたいなね。はい。えー、そういった生地でした。はい。えー、ね、科学的なね、えー、着色料を使わなくてもね、自然素材でこんなに綺麗な色がつけられます。ということでね。 はい。それでは皆さんまたごきげんよう。そして今日も一日ありがとうございました。明日もね、皆さん元気なお顔でお会いいたしましょう。